日本政府による半導体の材料の輸出規制強化の波紋が広がる中、韓国サムスン電子の副会長が来日しました。輸出規制の影響についてどのようにお考えでしょうか。梅雨ですね。半導体を主力事業とするサムスン電子は直近の決算で営業利益が前年同期比で半減しています。今回の輸出規制の強化で半導体の生産に影響が出る可能性があるため、取引先などと今後の対応策を協議するとみられます。